今回はですね、ノーネームさんで、第1号車がね、なんとね、もう大堀に集まっているね、豊かチャンネルでは、まあまあ、影の存在になるんかな、車両紹介してないからね、まだ。まだ先取ってくれって言われてるからね。こちらのね、アドレスが、第1号車としてシート加工していただきました。ノーネームのね、代表の三ヶ尻さんにね、ちょっとね、こだわった点を説明していただきたいと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。オープン2日目でごめんね。あ、いえいえ、全然大丈夫です。で、あれから、ちょうど1週間ぐらい。そうですね。1週間で、もうシートできちゃった。もうできちゃった。もう、すごいよね、これ。これ、こだわった点、どこになりますか？そうですね、やっぱオーナーさん希望のテールからシートがその出ない、ちょうどテールのラインからきっちりシートにつながるラインをあの要望されてまして、それプラスなるべくちょっと極限までフラットに前まで持ってきてほしいっていうのが今回の依頼で、それを忠実に再現した。そうですね、もうあのベースのできる限界までちょっと再現をさせてもらいました。これもう後ろほんまにめちゃめちゃ薄いよねこれこんな薄できんの？あ、全然できます。あのベースの問題でギリギリがだいたいもうほんと触るともうここがもうベースの感触があるぐらいまでは。すごい薄いもんな、俺ちょっとびっくりしてんもん。と思ってこんな薄なんねやと思って、でオーナーさんの要望でまあ言うたらこのラインですよね、ラインをきれいに出してもらうのと、これシート の, その素材っていうのは、そうですね、あのまああの一般的な滑りにくい素材で、はい、あのよくレースとかあのでよく使用される生地なんですけど、生地の方もめちゃめちゃあるんですよね。そうですね、まあその要望にお応えできるようにかなり在庫の方も抱えてらっしゃいますもんね。そうですね、でないものは基本的に発注から2日で届くように。発注から2日で届くの？そうですね。すごいな。でこれ縫われてるんですよね？あ、全部縫ってます。すごい綺麗に縫ってますよね。第1号車もう完璧すぎるね。めっちゃすごい。このノーネームさんでその他ではできないそのシート加工っていうので、どういったところにこだわりを持ってやってらっしゃるんですか？やっぱそのお客さんが満足いくシートじゃないと作っても意味がないんで、はい、あのもしそのこだわりが強い人であれば、まあ、車体を預かって、まあ、あの車体その合わせながら削って座ってもらったりとかすることができます。言うたら、まあ、車体を預かってそのオーナーさんと一緒にこう話しながらこう作業していくっていうか、まあ、一個のものシートを作っていくっていう形なんですね。そうですね。すごいな、これほんまにめちゃめちゃ綺麗ですもんね。で言うたらバイクシートならバイクシートとか、まあ、車のシートもうシート関係なら何でも来いっていう。そうですね、基本はそうですね。でまあ他のシートならこういった感じでその素材問わず形問わずそのデザインの方もしていただけるってことなんですね。そうですね。ちなみにこれ何のシートになるんですか？これあのスマートディオ。スマートディオ、はい、スマートディオのシート、こんな高級なシートになるの？ちょっと今吹きそうになったマジで。え、これスマートディオのシート？これスマートディオのシートです。めっちゃ綺麗やん、すごー。で、こっち側は？これはあのエイプ100。エイプ100のシート、こんな綺麗になるの？あの FX パターンでちょっと作ってくれっていうことで。あ、これ FX のパターンがこういったパターンやねんね。そうなんですよね。それを忠実にこう再現しちゃった。そうなんですよ。いや、めっちゃ綺麗やん、すごいな、マジすごいな、ほんまに。ノーネームちょっと怖いわ俺、すごもうすごすぎてほんまに。で、こっちは？こっちはあのちょっと通勤用のバイクで。通勤用のバイクも自分、言うたら作っちゃった自分で。そうですね。かわいいな。
何でもほんまバイクシート何でも来いやんね。もうもちろん三段シートからその普通の一般のシートまで。そうですね。とかまあハーレー系も。ハーレー系もやってんの？はい。すごいな。もうそんな中そのお店されるって聞いて、いやもうそれだったら行きましょうよ言うて来たんですけど、いやもう本当にね、あの第1号車が本当にね知ってる車両っていうのがね、もうむちゃむちゃ嬉しいですよね。で、まあパーツ加工とかも今後やっていくってことですよね。そうですね。パーツ加工っていうか、まあパーツの方を作って販売の方とかもしていくっていう。そうですね。で一応これあのオーナーさんのね、ノーネームさんのところの言うたら乗られてる車両なんですけど、これもすごいもんね。これ何やったっけ、あの素材。これあのアルカンターラですね。絶対車に使うやつやん。濡れたら絶対あかんやつやん。そうですね。もう雨の日はあの NG な車両が、雨の日は NG な車両を言うたらタンクの言うたら足元の方もされて、なおかつシートの方もされてるんですよね。そうですね。でもほとんどがこれワンオフに近い。もうほぼワンオフです、ね、ほぼワンオフ風でそのご自身さんで作られてるパーツの方が多いですもんね。はい。で最近作られたのがこのステップですよね。そうですね。ステップの方作られたりとか、まあ何でもその形にしてしまうね。え、まあそういったご依頼も多少は受けてるっていう。そうですね。まあちょっと時間はやっぱ制作時間、あのシートの方がメインなんで、はい、かかってしまうっていうのがあるんですけど、まあそういったご要望の方も受付してますよってことですね、はい、ただやっぱりそのお店来てもらってやっぱ相談っていう形になると思うんで。そうですね。基本的には、はい、いやーすごいな本当に。いやでもこうやってね、その知り合いの方がこうやってお店して、なおかつね知ってる車両のシート作るっていうのはもうなんかの縁なんで、今後ともねちょっとお付き合いの方ねしていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、できて、え、できてどできてどう。いや最高っすわ。全然最近乗ってなかったし、もう乗るきっかけ、乗る気になった。乗るきっかけになった。いやでもあのシートって意外とモチベーション変わるんだよ、ね、はいはいはい、いや変わるよね。だってこんなに形変わったら、だってノーマルがノーマルシート用意してもらったけど、ノーマルシートこれやもんね。はいはい、そうっすね。ノーマルシートこれで、やっぱりそのこの後ろのここ全然ちゃうもんね。そうっすね。そうっすね。だって後ろもこ、そう、もうほんま半分以下やもんね。はいはい、もうめっちゃちゃうもんな。フラットに近いほど長く見えますし、うん、あ、ほんまやね。だからこうやって見たらほんまになんかずんぶりむっくりしてるけど、向こうの出来上がったシートめっちゃ長見えもんね。めっちゃスマートに見えもんな、うん、印象ほんまに変わるよね。いやーこら注文増えるで。だって出来上がりめっちゃ最高やん。そうっすね。生地何でもいけるしね。ねえ、まあ値段の方はどんなもんなんやろうね。まあメニューによってやっぱ金額はやっぱ変わったり、その車両のシートの幅でもやっぱ。ああ、そうやね。言うたらまあシート素材のその料金で変わってくるってことですよね。そうですね。ステッチとかでも変わってくるんですよ、ステッチでも変わります。柄とかも。そうそう。え、あれ糸ちょっと標本みたいなの見せてもらったけど、あれ糸も何本あったあれ。ここ持ってきて、これこんなある中から選べって言われる方がもう酷やで、ほんまに。ほんまだって上がう、もう何これ、めっちゃあるもんな。こんな中から選ばれへんで、ほんまに。生地もいっぱいあるし、糸もいっぱいあるから楽しいですけど。そうですね。生地の方もやっぱり、ちょっと待って、もう生地のさ、雑誌がさ、もうにめっちゃ分厚いのさ、こんな、こんな中から、こんな中から、え、困るもうほんまお家建てるみたいなもんや。ほんまにいろいろあるんで。すごいな、こんな中から選ぶんやろ。そうですね。
ある程度決めてこな、ここで選ぼうぜってなったらもう多分ほんま2時間かかんねん、ほんまに。まあそれがあのワンオフシートの強みなんで、まあ楽しみやんね。そうですね、これ1個作ったらもう1個欲しくなるよね、多分 ね、もうちょっと違うパターンのやつ欲しいなってなってまうで、これほんま。いや俺も来年もう1個作ろうかなって。来年もなんか模様替えみたいにさ、シート言うのやめてほんまに。いやでもあの正直その模様替えとかの気持ちで、うん、あのやっぱ作られた方が、あのやっぱ季節ごととかイベントごとに、ああ変えれるからね。ああ、まあヘルメットみたいなもんやんね。そうですね、っていうかちょっとめくってめくって、もうめっちゃある、こうもうすごいな、ほんま家具、家具とかのあれやんね、うお迷彩とかまあでもほんまにあのこだわってね作るっていう点ではもう一番面白い、楽しいところやんね。そうですね、すごいな、これは悩むわ、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。デコトラ用の素材とかも扱ってるって、まあまあ嬉しいよね、言うたら、まあ、トラック乗ってる人にしたらね、言うたら自分の愛車、まあ、通勤用車両もデコトラのシートにできるっていうね。そうですね、金華山できるっていう、まあ、金華山のシートなんかもうつけてる方 おる前は結構いましたね。ねえ、おわすごいな、おわモケットとか、はい、いろいろほんまにめちゃあるよね、ほんま。一般的にアルカンターラのこのこっちもそうですの色、はい、であのこのメーカーさんはあのアルカンターラっていう素材なんですけど、そのメーカーさんの名前的にはラムースになってるんですけど、あラムースっていうふうに呼ばれてるところもあるってことなんですね、はい、で言うたらこんだけ種類があるの。そうですね、まあ高級っていうかほんま高級素材やもんね。そうですね、まあ基本的に車の方が多いんですけど、まあ、車のダッシュボードとかシートとか、はい、そういった方、そういったところに使われてるのが、まあ、僕にもそういうイメージしかなかったんですけど、はい、まあ、これの良さは何ですか。やっぱその高級感が一番引き立つ。で、まああのこれを結局車だけじゃなくてバイクでも使いたいなっていうことで、ちょっと個人的に扱ってるんですね、はい、扱ってますね。まあ言うたら本当にあのフェラーリとかでも使われてるような素材ですもんね。そうですね、で、ね、一般的にその僕みたいにあの雨の日とか通勤で乗るよっていう方におすすめなのは、まあこちらの方の、まあ、あのこの一般的なスーパーアーミー。スーパーアーミー、はい、名前は可愛いね。まあこちらも合皮なんですけど、はい、まあ、あの一般的なあの自動車メーカーさんがあの使ってる生地なんで、耐久とかはあの問題なくクリアされてる生地なんで。それでもこんだけ種類、色種類あるもんね。そうですね、すごいな。まあ大体で一番、まあその今までで一番その要望が多かったシートの素材っていうのは、はい、やっぱりそのこちらの23番24番、黒系、はい、黒系のちょっとツヤがないタイプが結構あの人気で、まあ、シートだけをめっちゃ目立たすっていうわけじゃなくて、その一体化みたいな感じで選ばれてる方が多いんですね。あとはまあ形とかですよね、はい、そうですね、まあ、車種とかにもよりますけども、まあこちらの23番24番が一番、まあ、まあ皆さんされる方が多いってことですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。え、これ何のシート？これ RZ250 ですね。 RZ250 のシートで言ったらどう違う？こっちがあのエンボスっていうちょっとパンチングかかった、あ、ほんまや、はい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 、生地にサイトだけ先ほどのあの23番から24番の、はい、27番かの生地で、はい、あのサイトを作らせてもらってるんですよね。で、糸の方も赤でされてるんですね。糸の方が、ワインレッドの、あ、ワインレッド、はい、ちょっと濃いめの赤ですね。で、なおかつこのこれもベルトも2色使いで、2色使いで、はい、すごいな。こういったシートも言うたら
作ってワンオフで制作されてるんですよね。そうですね。すごいな、ほんまにすごいな、うん、あの一応チャンネル見たら 5% オフやんね。そうですね、 5% オフで、はい、はい、必ず豊かチャンネル見たよって言って先に言ってあげてください。はい、はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんご一緒にスクーターなめんなよ。またね、バイバイ、ありがとうございます。